ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がフォルクスワーゲンティグワン TDI 4モーション2019年式 19,500km、 こちらの車両をご紹介させていただきます。もう待ってました。待ってましたね。はい、やっと来ました。僕が相棒として使わせていただいている、はい、同じくティグワン、はい、はい、なのでちょっと今回はディーゼルだったりだとか、はい、四駆だったりとかちょっと使わせていただいているものとちょっと仕様も違うんですけど、若干違いますね。はい、はい、ちょっと確認する程度で、はい、多分結構いろいろ説明できると思いますんで。はい、わかりました。はい、もうめちゃくちゃいい車なんで。そうですね、はい、いいですね。ティグワンはちょっとその良さも今回お伝えしたいと思います。うん、はい、でまず今回のお車が、トリムオプションがはい、3種類あるわけなんですけれども、うん、今回の車は R ライン。そうです、 R ラインですね。ちょっと R ラインだけこうなんか衣装が特徴的というか、なんですかね、スポーツモデルというんですかね、やっぱ R がつきますからね、フォルクスワーゲン系で。バンパーなんかもうまるっきり違うやつですね。はい、まるっきり違います。だからすごくスポーティー、うん、なんかいいですよね。なんていうんですか、引き締まってるというか。そうなんですよ、うん、なんかデザインこうすごくマッチした感じだと思いますね。なかなかちょっとこう SUV のこの形で、うん、このスポーティーなバンパーってあんまりこう他のメーカーだとなくないですか？うん、少ないですね。でもこれ以降でやっぱりなんとなく国産のコンパクト SUV 系もちょっとこう意識してるのかもしれないですけど、なんとなくこうあるかなと。別にあえて社名は言わないですけど、なんとなくそういう雰囲気もオフロードじゃなくてちょっとアーバンな感じの。あ、そうですね、はい、確かにどちらかというとオンロード SUV って言ったら変ですけど、オフロード寄りではない車ですね。で特にこの黒いここの部分のアクセントがすごく効いてるんで、そうですね、ちょっと開口部も大きく見えたりとかして、うん、ちょっとスタイリッシュなバンパーがついてたりとか、うん、そうですね。あとはもうすごく装備がいいんですよ。いや、そうね、装備がすごくいいのでちょっとびっくりするぐらい、うん、なので LED のヘッドライトが標準だったりだとか、はい、はい、してますし、あとこの後の中で紹介しますけども、ACC だったりとか、自動ブレーキ当然ついてますし、センサー類、360度のカメラなんかも全部ついてると、すごくないですか？なんか今時の考えられる安全装備がちゃんとついてるっていう。そうなんですよね。なんていうんですかね、当然フォルクスワーゲンの中ではどちらかというとこう入門車的な要素もありつつ、当然もうちょっと下もありますけど、なんかこうリーズナブルな感じで装備が良くて、うん、って思います。ちょっと僕さっきツッチが言ってましたけど、こういうところの R ラインのバンパーでちゃんとこうグロスブラックになってるっていう、なんかこれってすごくいいな。そうなんですよ、素地じゃないんですよね。そう、今までだとなんか素地がありつつ、はい、ボンド得意のグロスにしましょうよみたいなのがありましたけど、今回は最初からグロスになってて、すごく見栄えもいいですよね。質感がすごくいいんですよね。そうですね、すごくいいです。でものすごく乱暴な言い方すると、うん、ゴルフの SUV じゃないですか。そうですね、はい、だからもうなんかその辺もちょっと考えられてるというか、さすが大衆車のこうベンチマーク的なところもあるのかなっていう、うん、だから本当にグロスのパーツもそうですし、この辺がクロームになってたりして、うん、ちょっと質感もすごくいいんですよね。すごくワンランク上がってるような感じがしますね。でよく見るとこの眉毛のとこだけ、うん、査定になってたりとか。そうなんですよ、はい、これなんかすごく意外と効いてると思いますよ。そうなんです、そうなんですね。撮影者の方は真っ黒黒にしちゃいましたけど、うん、はい、スタンダードだとこの辺のちょっとアクセントなんかもあったりして、うん、よくよく見ていくと結構手が込んでるなっていう感じが。で今回ボディからホワイトじゃないですか。なおさらこのサテンのシルバーって効きますよね、うん、ちょっとそんな感じのエクステリアになっています。非常にまとまりのある、はい、そして早速横に回っていくと、うん、僕今回ちょっとご紹介させていただくので、改めてそのトリムオプションの違いなんか見てて、うん、これフェンダーも違うんですね。僕知らなかったんですよ。あ、そうですか。はい、はい、R ラインだけちょっと出てるんです。そう、そうです、はい、1センチ1センチ、うん、だから車検証上の前幅も車幅がね、はい、車幅も20ミリ、うん、はい、出てるという、ちょっとだけ出てるフェンダー、はい、そして今回の車は、うん、なんと新品カスタマイズということで。お、いいですね、はい、恥ずかしながら僕が相棒として使わせていただいている車と同じホイールが装着されています、はい、ロティフォームの OZR、はいはい、こちらが装着されています。もともと19インチですから、はいはい、基本的にはもうインチ変えずに。そうですね、はい、そのままで出面も、キャストなんで、うん、固定のサイズですけれども、はい、出面もぴったりかなという、うん、いい感じですよ。いい感じですよね。はい。ちょっとこれ以上大きくすると、まあちょっと頑張っちゃってる感も。そうですね。ドレスアップ要素がちょっと強くなっちゃうかなっていう気がしますけど。なんかこれだとなんかこう日常使いというか、はい。もうさりげなさが。はい。いい感じかなと。特にね、面倒な気を使うこともなく普通に乗れてしまうので、ご家族で全然奥様が乗ってもいいですし、ご主人様が乗ってもいいですしっていう感じですね。かなり小粋な感じがしますよね。うん、はい、で今回これに合わせてローダウンもしてあるってことなんで、うん、はい、30ミリぐらいですかね。そうです、はい、H&R のダウンサースが入っております。こちらも新品カスタマイズということで、名古屋店でつけさせていただいたほやほやの感じになっております。で当然タイヤもファルケンのアゼニス FK510 が新品でついてます。新品でついてます。こんな感じの足元になっております。であとはまあ R ラインなんでこの辺のトリムがついてきたりだとか、だともう1個 R ラインでいいところはここが同色になるんですよ。ね、全然違うんですよ、見栄えが、高級感が、そのハイラインとかはハイラインとかでちょっとこうオフっぽさが出たりしますけど、あのラインだとここが同色になったりするので非常に高級感もあると。であとは、まあ、本当にクロームとこのシルバーと、まあ、いろんなところで使われてて、非常にも後回りがある。であとデザインはもうさすがっすよね。なんかそうですね、なんか間違いないしかっこいいし。もう悪く言ったらその何ですか、ゴルフの延長線上の、なんか冒険してないデザインかもしれないですけど、まあ、非常にまとまりもあるし、奇抜なことしてないんで。そうですね、だからって古臭い感じでもないし、なんかすごくいいですよね。まとまりいいですよね。僕は個人的にはこの顔、テールも大好きなんで、絶賛すればするほど僕使ってるんで、ちょっと自画自賛なちょっと恥ずかしいんですけど、確かに、でも結構いろいろこう同じ車格の車とか価格帯の車でいろいろ考えて、まあ撮影車で距離も乗る機会多いじゃないですか。でいろんなとこ行くじゃないですか。やっぱり都内のその狭いところだったりだとか、段差があるところだったりとか、いろいろ考えてこれにたどり着いたんで、本当にいろんな方に使い勝手よく使っていただけるんじゃないかなと思う車です。そうですね、いいと思いますね。そして後ろも同じようにロティが入ってて、こんな感じで。だと後ろもちょっと R ライン特徴的なこのスポイラーがついてたりとか、あとはベースグレードと違ってテールランプがちょっとこのデザインがちょっと複雑な。そうですね、使わせていただいてる僕乗ってる車は実は初回の車検去年受けてきたんですよ。車検場で、あれこれ純正ですかって検査員に言われました。へえ。これつけるとちょっと特徴的な光り方するんですよね。こう三角形がこう組み合わさった、こうカカカカクっていう、あれこれテールランプ変えてますとか言われて、いやいや純正ですって言って、ちょっとそんな特徴的な、光ると特徴的なテールランプついてますけど、あと今回は最初にご紹介させていただきましたけれども、2リッターのディーゼル TDI ということで、僕が乗らせていただいてるのはガソリンなんですけども、ちょっとその辺結構トルク感なんかも違うと思いますので、 1.4 なのね、ちょっとその辺乗ってみたいと思います。あともう1個違うのが4駆モデルということで、フォーモーションですね。これは正直4駆は僕は欲しかったんですけど、ちょっと予算とラインナップ、ちょっと在庫の関係で肉にしたんですけども、ちょっとこの辺なんかも走りだいぶ違うと思いますので、でもゴルフはもう台数半端ないし、いろんな車フォーモーション使ってるじゃないですか。で言えばこうワーゲングループで、いろんなこうブランドを抱えてるじゃないですか。4駆の性能もちょっとかなり高いところになるんじゃないかなと思いますので、この辺もちょっと乗ってみたいと思います。ちょっと4駆の性能が本領発揮できるところと運転は多分できないと思います。そうですね、なかなかそれは難しいですね。車の挙動なんかは割と違ってくるんじゃないかなと思いますので、この辺乗ってみたいと思います。あとここちょっと開けてみましょうか。こちらが急行なんですけれども、アドブルーが入るタイプの。そうです、最近のディーゼルみんなあれですかね、アドブルー入れる。アドブルーになってますね。排気ガスきれいになったディーゼルはみんな入れる感じですよね。ほとんどそうですね。ですよね。なんで今回のもこれガソリンスタンド、僕正直アドブルー入れる車所有したことないんで、ちょっと事情を最近のは知らなかったんですけど、最近だとガソリンスタンドほとんど置いてあります。あ、そうなんですね。あとガソリンスタンドによってなんですけど、アドブルーの給油するなんていうんですか、給料機、うん、そうそうっていうのがあるところとなくて、段ボールで箱で渡されて、それを自分で入れてくださいって言われるところもあります。あ、なるほど。はい。だからもう面倒くさければ、あとはメーカーで例えばフォルクスワーゲンとかアウディとかまあ、レンジローバーなんかもそうなんですけど、おそらく確か1リッターぐらいずつ、もしかしたらガロン表記なのかもしれないですけど、1本ずつ変えたりするので、それを心配な方は2本ほど入れといて、警告灯がもし万が一ついてしまったら入れとけばしばらくは走れちゃうんで、そしたらまたガソリンスタンドまで、まあ、1本でも十分ですけど、はい、まあ、軽油とかそのガソリンみたいなその消費量じゃないんで、全然違いますね、はい、もっと頻度少なく給油する感じですよね、はい、基本的にこれで排気ガスを、尿素ですよね、尿素です、はい、吹いてガソリン、はい、ガソリンじゃ排気ガスをきれいにしてると、こんなの入れる必要がある。はい、だからもう積載車で入れたのと、あとドイツ出張行かせていただいたときに、出張中にたまたまそのレンタカーがドブルついて、箱で買ったんだっけ、あ、ボトルだ、そうだ、ボトルで買って入れた記憶がありますね。はい、ちょっとそんなのも必要になってると。はい、であと後ろに戻りまして、専用のリアバンパーと、あとクロームのマフラーカッター付きの、そうついてます、このテールパイプが R ラインのパーツになっていると、はい、こんな感じのエクステリアです。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。まあ、当然のスマートキー付きで、はいはい、開けるとですね、これもいろいろ R ライン特徴的な、まあ、シートだったりだとか、まあ、今回は R ラインスタンダードな、はい、そうです、ファブリックとコンビのシート、うん、はい、横がこれ合皮で、真ん中がファブリック、はいはい、で両サイドと上の部分がスレード調に、はい、なってますね。で R ラインの R のエンボスも入ってたりとかして、はい、ちょっと凝ってますよね、うん、で、一応今回はスタンダードな、手動のパワーシートじゃなくて、パワーがつく方の、はい、調整しているとパワーがつく方のシートですけれども、はいはい、これも、もちろんそのパワーシートのきめ細やかさは、まあ、ちょっとこう、欲しいところでありますけども、まあ、手動は手動でこう素早くさささって調整できるんで、はい、僕は割と気に入って使ってるんですけど、ただリクライニングは、ダイヤルなんですよね。これもう本当ずっとこれじゃないですか。そうなんですよ。理由があるんでしょうけど、なかなかね使いづらいで、やっぱりちょっと乗って仕事で使わせていただいてるんで、こうリクライニングする機会ってあんまりないんですけど、うん、例えばその長距離移動して高速道路でちょっと休む時とか、うん、こう回すと、あ、やっぱりこう回すの面倒だなっていうのは思うことはやっぱりあるんですけど、ただ結構細かくは調整できるんで、うん、はい、その辺はいいのかなと。そうですね、それは確かに。だとステアリングは R ラインだとちょっとこのエアバッグのちっちゃい、ちょっとスポーティーなステアリングになると。でこれがちょっと乗って、うん、紹介させていただきますけども、使い勝手めっちゃいいんですよ。あ、そうですか。お前が使ってるからだろって言われちゃったらそういうことなんですけど、まあ結構こう本当に考えられてる、ちょっと本当にゴルフからの流れを組む、この使い勝手のいいステアリングだと。もう質感に関しては正直こうなんていうんですか、すごく高級を求めたのじゃないですけど、そうですね、それはそうですね、本当になんか間違いないというか、間違いないです。どちらかというと、外装も内装も質感というよりもデザイン性がすごくいいかなっていう、機能性と、ただ欲を言うとプラスチックの質感がちょっと傷つきやすいのが、ちょっとそこだけ僕気になっちゃうんですよね、なんかでもフォルクスワーゲン系とかってなんかこんな感じですよね。ちょっと擦ってしまうと白い跡が残っちゃったりとか、それがちょっと注意が必要ですね。ドアからちょっと見ていくと、ドアも撮影者もちょっとなってるんですけど、ここ肘乗せたりするんで、ここがちょっとこう色がちょっとこう、なんていうんですか、皮脂がついちゃうというか、テカっちゃう、カサカサになっちゃうんですよ。カサカサなんですよ。なってるんですよ。ああ、なるほど。なってたりとか、はい、なってしまう、なってますけど。そしてここが一応合皮でステッチが入ってるんですかね。はいはい。でスイッチ類なんかはスタンダードな。ただちゃんとドアポケの中とかってこのモケットが貼ってあるんですよ、なんかその辺ちゃんと考えられてるなっていうか、やっぱりこうたくさんこう対象者が作ってきたメーカーだなっていうのをちょっと感じます。ポイントは押さえてるんですね。だから本当にちょっとしたことなんですけど、この辺がなってたりとか。そして今回のお車、年式的にパーテルゲートが、R ラインとハイライン標準装備の年式ということで、はい、これも欲しかったっすこの年式31年モデルからでしたっけね。はい、ですね、はい、なんでここで開けたり閉めたりもできちゃう。あ、閉めたりもできるんですよね。閉めたりも確かにこれはできます、できます、できます。はい、もうついてる。はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。はい、あ、結構ローダウンしてるんで、はい、やっぱり毎日乗ってるんで低さを少し感じます。はい、いいですか、いい感じですか。いい感じです、はい。そして R ラインの専用のこのスカーフプレートというかプレートも入ってて、これがイルミネーション、そうですね、ついてますね。はい、光ってます。そしてシートは割とホールドいいんですよ。本当ですね。ここサイドサポート結構立ってるんで、はい、でクッションは割と高反発、はい、な感じです。そしてステアリング、先ほど触れたのがパドル付きのこんな感じのマルチファンクションと ACC 付きの、うん、はい、ステアリングになっております。で R ラインなんで R の文字がここに入ってて、エアバッグはちっちゃいタイプ、うん、はい、でこのステアリングが僕前回アリーナ店でゴルフ R 撮影させていただいたんですけど、その時も全く同じこと言ってるんですけど、ワーゲンのステアリングってここちょっととんがってるじゃないですか。はい、そうですね。僕手にすごく馴染むんですよ。はい、ただちょっとこの辺は好みがあるかもしれないんで、ちょっと握っていただいた方がいいかもしれないです。ちょっと細めですよね。細めです。こんな感じでオートワイパーももちろんついてますし、そしてメーターが一応デジタルのこのメーターが標準にこの年式からこの年式はこのデジタルのメーターが標準になってると。はい、はい、そしてこの両サイド、これもちょっと種類あるんですよね。ああ、そうですか。そうです。で高年式はもうこのサイズだけになってると思いますただこれはすごく使いやすくって、はい、まあいろんなこうソース、電話、車両ステータスなんかもそうですけど、うん、このナビがアウディなんかと一緒で表示ができて、しかもこう全画面ができちゃう。ああ、いいですね。これいいですね。これ僕が乗ってる年式だと、うん、大きくしかできないんですよ。両サイドにメーター必ず残っちゃうんですよ。ああ、全画面表示っていうのはできないんですよね。なるほど。だから本当にこれはナビもう全画面でフル画面で使えるんで、うん、これすごくいいなと思いました、うん、あと結構僕使えると思うのは、うん、このアシストシステム、はい、ACC の距離なんか出して、うん、両サイドにこう必要なものだけ出しておくと、うん、もう高速の移動なんかこうめちゃめちゃ楽だと。楽ですね。でとにかくここでいろいろ表示ができるんで、うん、はい、使い勝手はすごくいいと思います、うん、はい、まあ、走行データなんかも全部できたりとか。はい、さすがですね。はい、毎日使わせていただいてるんで、はい、であとヘッドアップディスプレイが、はいはい、ついております。これも僕の乗ってるのにはないんで、ちょっと羨ましい機能ということで。あ、そうなんですか。はい、はい、そしてナビ周り、うん、はい、この辺は割とスタンダードですね。ただ、はい、地デジの感度があんま良くないんですよ。ワーゲン、はい、なんで、うん、まあ、テレビ多用される方はちょっと、うんうんって感じです。なるほど。ただメディア関係に関しては、まあ一通り USB もそうですし、はい、ディスクが、はい、入りますんで、はい、最近ディスク入らないの多いですからね。そうなんですよ、はい、その辺かなりいいんじゃないかなと。はい、であとは、まあ、ナビもそうですし、まあ、車両の設定なんかもこの辺で全部できますし、うん、はい、あとはカープレイが使えるんで、うん、はい、なんで基本的にはもうほとんど僕らはもうカープレイです、うん、はい、でもちろんAndroid Autoも使えるんで、うん、まあ、つないでいただけると、しかも2系統つながるんですよ。はい、はい、携帯こう2個充電しながら、うん、どっちのポートも確かカープレイでやると思うんで。ああ、そうですか。そうです。あ、それは嬉しいですよね。そうです、うん、だからこう助手席の方とこうつないで、うん、うん、ああってならない、入れ直す必要もないってことですね。はい、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 先に挿した方をカープレイ認識するんで、うん、なるほど、はい、こんな感じになっております、はい、だからこれちょっと僕割と使い勝手いいなと思って使わせてもらったんですけど、指紋だけは気になるんですよね。ああ、そうですね。そうです。だから必ずマイクロファイバードアポケットの中入ってて、さささって拭くように。あれないんですかね。あ、フィルムですか。ありそうですけどね。最近みんなありますよね。ありますね。メルセデスなんかオプションでね。あ、そうなんですか。はい、3000円とか4000円で確か買えたと思いますね。なんかあったらいいですね、それがね。確かに。あとは僕的にはこの反射が少ないやつの方がいいから、結構最近の車こう光沢タイプのディスプレイ多いじゃないですか、だからこの室内で使うんだったら、ちょっと反射ないタイプの方がいいんじゃないかなっていうのをちょっと思いました。そしてシートヒーターなんかも当然標準でついてきて、シートヒーターついてるんですよ、だってこの車格で当然のように。でしかもこれが後ろで紹介しますけど後ろもついてるんですよ。それがすごいよね。僕結構その会社のその送迎じゃないですけど、車両移動とかでこれちょっと乗せてってなんて言って、会社の人間後ろに乗せたりするじゃないですか。ティグワンいいねってみんな言います。みんな言いますね。みんな言います。なんですごく装備がいいと、でエアコンももう超分かりやすい、ダイヤルのこの調整なんで、まあ使い勝手もさすが。シンクロもちゃんとできるしね。そうなんです、BM できないじゃないですか。そうなんですよ。シンクロボタン1回使っちゃうとみんな欲しくなりますよね。欲しくなります。そしてこの辺がスタートストップのボタンとサイドブレーキ、あとブレーキホールドもついてるんですよ。至れり尽くせりじゃないですか。すごいですね。でアイドリングストップと、あとパークアシストと、あとカメラがこんな感じで360度もついてると。いやパークアシストとかもすごくよくないですかね。えもう本当に全部ついてると言っても過言。僕が欲しい装備は少なくとも全部ついてる。いや本当ですね。でブラインドも当然ついてますし、あとそのバックしてその後ろに障害物がこうあったりした時の警告なんかも全部その辺もついてると。そしてあとドリンクホルダー、こんな感じで押すと出てくるタイプのドリンクホルダーと、大きくないけど深さがありますね、小物入れね。こんな感じになっております。あとはピラーなんかもこのプラスチックですけど黒なんで汚れないし反射しないんでいいかなと。であとバイザーなんかはこのプラスチックのタイプですけど、こんな感じでバイザー、ここにガソリンスタンドの領収書レシートが挟まりまくってます。もうガンガンなんか使える感じ。そしてワーゲンといえばこのそうなんですよ、上の収納。ゴルフなんかだとこうサングラスホルダーですけど、そうですね。ティグワンだとこのちょっとデカめの、でもこれサングラスじゃないんですかね。こっちがサングラスっていう感じの大きさと2つついてると、ちょっとアメ車っぽいですよね。そうそう、アメ車っぽい。この辺なんかもついております。はいであと土方さん知ってますか、椅子の下にも収納がついてるんですよ。それは知ってます。こちらの土方さんの膝の下にもしっかり収納が、これうちのもついてます。なんかグローブボックスも今時の車にしてはそこそこ大きさがあるし、容量あるし、こういうところも考えてるんでなんかいいですよね。すごくドアポケット大きいし、なんかこう日本的なその収納の考え方じゃないですけど、なんかしっかりこう、そうですね、使える使い勝手を考えているっていう。ここも相変わらず残ってます。そうですね。そうなんですよ。だ結局ファミリーでお使いになったりするじゃないですか。だとしても僕らもメーカーも多分こう想像するのって、ファミリーといってもお父さんお母さんたちが結構若い世代だったり、お子さんが小さくてちょっとした小物の荷物が多かったりとかっていうご家族にとってはものすごく使い勝手いいと思いますね。そのジュースのペットボトルだったり、チャイルドシートでちょっとで飽きないようにちょっとしたおもちゃだったりとか。いろいろあるじゃないですか。そういうのをドアポケットに入れたり、こういうところに入れたりとか、あとウェットティッシュ入れたりとかって考えるととてもいいと思います。ちょっと僕あともう一個思ったのは、あくまで僕がですよ。ちょっとその日本的な収納じゃないじゃないですかっていうのは、そのティッシュが入るようになってたりとか、ボックスティッシュとか、そうですね。あとはそのゴミ袋かけるフックがついてる車とかあるじゃないですか。それ僕嫌なんですよ。ダサいじゃないですか。僕あくまで僕のイメージですよ。そうしたくないんですよ。ヨーロッパ的なというか、ちょっとその輸入車とかってそういうのってないじゃないですか。ないですね。そういうのが僕的にはすごく好感。なんかせっかくちょっとこういい車、こじゃれた車でも、コンビニの袋がわかります。わかりますよ。からこう大したりとか。まあ国産車とかだとありますけど、こういうところで服があったりね。服があってゴミ袋かかってたりとか。あとそのティッシュがうまいことはまるようになってたりとかすると、はい、と思っちゃうんですよ。もう、ちょっと生活感が出ちゃう。そうそうそう、生活感出過ぎちゃうんで。そうそうそう。だその点ちゃんと収納もあるんですけど、そういうのはないっていうのは、僕的にはすごく好感かなっていう。はい。であとはちょっと話がだいぶそれましたけど、はい。ペダル類なんかも、はい。これはあれですか、Rラインだから。そうです。ステンの、ステンじゃない、ごめんなさい、アルミの、アルミ調のペダルがついてます。これ他のパッケージトリムオプションだとオプションだったと思います。これも標準ついてくると。でフットレストも大きいですし、あと毎回もう本当に何度目だよっていう話なんですけど、ちょっとここ足乗せていいかどうかわかんないですよ。わかんないですけど、この段差があるんで ACC 使った時にこう右足がこうどこに置こうかなってならないという。あのね、はい、それ多分足を置くことも考えてると思うんですよ。そうなんですかね、やっぱり。だと思います。僕も、はい、自分の自家用車で ACC ついてるじゃないですか。でも僕乗ってるのは右足の置く位置がないんですよ。はい、だからずっとこうやってるじゃないですか。はい、ブレーキペダルいつでも踏めるようにブレーキペダルの下のところでこうやってるじゃないですか。はい、この姿勢って意外と疲れます。ですよね。はい。だから足がペタッとついてるんで、こういう状態を保ってた方が足って楽なんですよ。意外とこういう方が。ですぐブレーキ踏めるし、アクセル踏めるしっていう。だから多分考えてると思いますよ。これがすごく、だって高さ考えてません。だってそっちに持ってっても、そうアクセルに引っかからないじゃない、ブレーキ踏もうとした時に。メーカーはその辺もしっかり考えてるのかなと。でここは買う時に全然ノーチェックだったんですよ、僕。ああ、なるほど。で買ってっから、これめちゃめちゃいいじゃん。いや多分そういうとこだと思いますよ。分かんないもん、使ってみないと。ここはすごく、僕おすすめポイントでございます。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろも、前と同じ、そうですね、デザインのシートがついてて、なんか後ろもなんか同じこうコンセプトというか、ちゃんと収納がこのシート脇にあったりとか、そしてドアのポケットなんかも割と大きかったりとか。そして装備も先ほどちょっと触れましたけど、シートヒーターなんかもついてたりとか、なんかもう必要にして十分な感じ。そうですね、考えられてます。ちょっと乗ってみたいと思います。ここはちょっとあれですね、でもさすがにこう車のサイズ的に、ここめちゃめちゃ広いかっていうと、でもね、今ちょっとなんとなく好感持ってるんですけど、ここスクエアに落とし込まれてるじゃないですか、なんかこっちでこういうふうにやった時になんか邪魔にならない、なんかね、抵抗がないです、すごく。ここはアクセスしやすいですね。そうです。ここがちょっともうちょっと、ピラーがもうちょっとかなっていう、車のサイズ的にも、そこの辺は致し方ないですけど、視界確保のためにしょうがないけど、リアシートの座面がちょっと高い。ああ、確かに。もうちょっと低くてもいいかな。そうですね。はい、こんな感じになって。いいですね。そして、ピクニックテーブルですよ。はい。こんな感じで。こちらでございます。はい。さすがですね。これは僕後ろに乗る機会もあるんで。すごいじゃないですか。なんですかこれ。よくないですかこれ。あ、なんか今このマークを見つけちゃって、ごめんなさい、気がついてなかったんですけど僕。ドリンクホルダーもついてます。ね、すごいね。ただちょっとサイズはペットボトルは入んないんで。入るでしょ。あ、入んないか。入んないか。ちょっと200の缶とかああいう感じになるのかなって気がしますけど。でも。これちょっとこれがあるだけでだいぶ違いません？相当違うと思いますよこれ。特にうちちっちゃい子供いるんで、だいぶ違うなって思います。いや、そこだよねやっぱり。ちょっとなんかこうお菓子食べるじゃないですけど、そういうのとかなんかおもちゃ置いとくとか、その辺なんかもしっかりついてる。ただグラグラなんでちょっとね、ちょっと重いものはね、ベントレーとかああいうのを想像するとあれですけど、そうですね。小物置いとくとか。まあちょっとこの辺はもうファミリーユースとしてはかなりいい感じで、相当いいんじゃないですか。なんかいいですよね。ちょっと今このドリンクホルダーだけで軽く感動しました。だ僕本当ファミリーカーにちょっといいなと思いました。家の車欲しいなと思って。そうですね。そしてシートは割とフロントと同じちょっと高反発な感じですけど。ただホールド感はないですけど、背中はちゃんと。ピタッとしてますね。いい感じですね。それがですね、平川さん、ここで割と細かく贅沢。これすごいね。普通ここぐらいまでじゃないですか。はい。わかります。わかります。ドアの開口部とだいたい同じぐらい。はい、そうだね。それが1段階いけるんですよ。おお、はい、そうです。4段階ぐらいですかね。あ、そうだね、4段階だ。いけますよね。あ、いける。すごい。あ、そうなんです。よくないですか。はいやばい、いいね。ちょっと前までは、はい、高級 SUV1000 万超えのお車でも、はい、リアのリクライニングってなかったじゃないですか。最近やっとつき始めましたけど、すごいね。国産なんか割と早めにありましたけど。そう、早めにありましたね、はい、日本車はさすがって感じです。そこはこの辺がしっかりついてると、うん、でさらにちょっと後ろのトランク紹介で紹介しますけど、うん、はい、これが、うん、おお、ちゃんと前にも出るんですよ。あら、だからトランクのあの容量確保もいけちゃうという。これすごくないですか。いいっすよね。いいですね。こっちもいけるの、こっちはいけない。いけます、いけます、いけます。全部出ます。ああ、はい、うるさいね。すごいね。そうするとトランクの容量もだいぶ確保できるので。そうですね。はい、本当にあの後ろ人乗せないんであればめちゃめちゃ荷物積んだりとかってもできる。そうだね。こんなリアシートになっております。はい、じゃあ続いてトランクテールゲート見てみたいと思います。はい、これキックのやつついてるんですか。なんとやってみてください。僕手動だからついてないですよ。寂しい。わあ、ついてる。マジっすか。すごくないですか、こういうところ。ちょっと買い替えていいですか。はい。ただでさえ贅沢すぎるんで、ちょっと社長に怒られてるんですけど。はい、で、トランクも、もうこの容量っすよ。ねえ。あと意外に使えるのが、このスペース。そう。両サイドの。ね。こういうところ。もうだから、撮影で使うやつとか、もうここにみんな突っ込んでます。はい。で当然後ろからもこうシートが64で倒せますし、うん、はい、で、まあ、これ取ったりすれば容量もすごく確保できると、はい、うん、でさっき言ってたそのこれ自体も前に行くんで、うん、すごく確保できると。なるほど。でこれですよ。これ広いね、これね。そうなんです。これ撮影者はあの、うん、その商品並べたりとかする用のマットを全部入れてます、うん、ぎゅうぎゅうに、うん。だこれ取ったらとてつもない容量入りますよね。いや本当そうですね。でしかもこれが取れるじゃないですか、はい、だから本当容量広い感じですよ。十分ガンガン走れるし、うん、もちろんその質感に関してはその高級車じゃないんで、うん、もうそのプラスチックな部分だったりとか、うん、シートも大きいファブリックだったりしますけど、うん、もう高速だっていいペースで巡航できて荷物も詰めて、はい、良くないですか。結構土も僕も東京名古屋なんだったら東京大阪とか新東名よく使うじゃないですか。あそこ120キロ区間で120キロ巡航って100キロ巡航と意外と車って感覚全く違うじゃないですか。20キロ差ってあの高速域のやっぱりヨーロッパ車、僕も、ゴルフで移動したりベンツで移動したり BM でたまには積載車トラックでっていうことありますよね。やっぱりね、ヨーロッパ車ってすごいです。そのベーシックな車だとしても特にドイツ車ゴルフはピカイチですね。うん、いやもう基本的にやっぱりこう速度レンジがちょっとこうそこまで見据えてるのと、うん、やっぱりちょっと日本だとどうしてもその100キロがね基本的な部分があるので、メーター一つ取ってもその表示がもうまるで違うのもそうだし、ブレーキももうそこからのブレーキも想定されてるじゃないですか。だからもうブレーキに関する不安も全くないし、やっぱりちょっとその辺はアウトバーンがある国はやっぱりちょっと違うかなっていうのは。僕個人的には感じました。いや僕個人的にも感じてます。はい、はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います。はい、はい、ボンネットはもうなんか定番のレイアウトじゃないですか。うん、そうですね。なんかもう、うん、ワーゲンならではのここにバッテリーがあって、はい、コンピューターがあってエアクリがあって、うん、そっち側に、クーラントのタンクがあってっていう、うん、で横置きの、ディーゼル2リッターで馬力が150馬力トルクが 34.7 キロ、うん、はい、まあ、ちょっとこの辺は乗って、はい、このトルク感の違い、うん、まあ数字的なものよりかもこうトルクカーブ、トルクの出方がだいぶガソリンとそうですよ違ってくると思いますので、そう手回転からの粘り強さというか、はい、で街乗り主体、まあ、高速なんかも特に今こうミッションが頭良くなってるんで、うん、ディーゼルの進化ってこう結構言われますけど、こうミッションのこの多段化とすごく相性がやっぱりこうトルクいいとこは使えるんで、まあ、それが結構あるかなと。ちちょっと前のディーゼルだとどうしても日本の当時の速度域100キロだとするじゃないですか。じゃあちょっと混んでました、70キロ80キロから走行車線から追い越し車線入って100キロまでって頑張るんですけど、80から上ってもう結構終わっちゃっててね。それが昔の4速ミッションだったり5速ミッションだったりっていうと本当そんな感じだったんですけど、最近の多段化で7速9速とかいろいろあるじゃないですか。これ本当にディーゼルとの相性の、ね、マッチングの良さって感じますね、うん、でやっぱり低速トルクがあるのは街乗りもしやすいですし、うんそうですね、あとはちょっとディーゼル乗ってないんであれなんですけど、うん、車めちゃめちゃ燃費いいんですよ。僕乗らせていただいてるガソリンの 1.4 リッターはそれこそ満タンで燃費運転すると満タン1000キロぐらい走る。あすごいね。ちょっとその辺この辺も燃費を、はい、どんなものか確認してみたいと思います、うん、あとこれディーゼルってどうなんですか？なんですか？故障というか信頼性的には？信頼性的には相当いいと思いますね、うん、やっぱり今でこそなんかハイブリッドとか EV にこう、うん、欧州シフトしようとしてますけども、うん、一時期はこうディーゼル大国、うん僕経験したことないんですけど、あ、そうです。なんかドイツの空港を降りるとなんかもうディーゼルの匂いがこう、うん、っていう話ですね。らしいです。そうなんですか。はい、もうその昔ですよ。はいはいはい、だからもうタクシーがみんなディーゼル、うん、ベンゾルディーゼルだった時代に、もう空港を一歩出るともう外がもうディーゼルパーって匂いっていう。うん、まあ当時だから、はい、そうですよね。僕のその昔ディーゼルが多かった時代ってその80年代90年代前半って多かったと思うんですよ。ベンズでも。でその時のイメージって音がうるさいんですよ、うん、でも走るとめちゃめちゃ速いんですよっていうイメージですよね。でも最近のドイツ車のディーゼルは静かで速くて燃費がいいので、なんですかねハイブリッドいるのみたいな感じがしなくもないです、うん、ただ例の一見特にワーゲンは、うん、すごく、ね、イメージが悪くなっちゃいましたからね。そうなんですよ、はい、そこが残念なんですけど、でも本当優秀だと思いますドイツのメーカーのディーゼルエンジンは。もう昔から開発してますからね、常用ディーゼルが、はい、ちょっとじゃあその辺を忖度抜きで、うんはいはい、もう一回再確認してみたいと思います。そうですね。じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。いつものなんですけどこれ馴染みの慣れた感じでね、はい、もう毎日乗らせていただいてる、はいはい、でもだからこそそうですね違いがね4駆とディーゼルの、はい、でもう乗ったらもう儀式のように、うんまあ、オートホールドはもう、はい、記憶タイプなんで、はいはい、オートホールドとあと、うん、アイドリングストップは、はいはい、精神衛生上良くないんで基本なんですね。はいこれ結構ディーゼル音しますね。はいいやでも、はい、これでも相当静かだと思いますよ。本当ですか？はい、まあ、普段乗ってるのガソリンっていうこともあるかもしれないですけど。そうですね、はい、いやーもうしっくりきすぎです、うん、ちょっと僕が乗らせていただいてるのと、うん、よりもう一個、仕様変更されててメーターがちょっと変わったやつあるとか、はい、あとそのサポートの呼び出しがここじゃなくてここになってんですね。うんうん、うん、あなくなっちゃったんだと思ったら、はい、そっちなんですね。こっちになっちゃってるんですよね。はい、はい、よし行きましょう。あ、もうまるで別の車です本当ですか？はい、はい、あ、ちょっと出足に関しては、はい、正直ガソリン 1.4 の方がいいっすね、うんうんうんはい、トルク感はありますけど、はい、ミッションと多分その味付けの関係じゃないですか、うん、あとは4駆の行動してもそうですね重さが出ちゃうというか抵抗感というか、はい、ガソリン 1.4 の方が、うん、もうちょっとアクセル踏んだ量少なくって、うん、スルスルスルって出てく感じします、うん、なるほど、はい出足軽い感じですね。そうですね。ただこれは多分めちゃめちゃ燃費いいし、うん、高速巡航した時に、うん、多分相当効いてくるだろうなって気がします。相当ですね。はい。はい、ああこういう感じなんですね。うん、全然違う。あ本当？はい。いつものなんか景色と操作感なのに、はい、エンジン全然違うとすごく不思議な感じがします。確かにね、はい、でとにかくいいんですよ、使い勝手が。うん、うん、店内での紹介でもやりましたけど、はい、収納はもう至る所についてるしですね、まあ、使ったことないですけど、はいはい、はい、で正直その質感を求める方には、うん、こうおすすめできる車じゃないじゃないですか、はい、まあ大衆車ですし、うん、いわゆる高級車ではないので、はい、ただやっぱりこうドイツ的なこうすごく実用性を考えた、うんうん、ファミリーでもいいし、うん、まあそのまあ、仕事に使われている方がどれだけいらっしゃるのか分かんないですけど、はい、まあそういう使い方にもなんか通用する、うん、うん、確かにね。でもとにかくいろいろ考えられてて、うん、僕のよく使う使い方としては、はい、その高速道路に乗ったら ACC もとにかくめちゃめちゃ使うんですよ、うん、でもうすぐ押せばもう0キロから使えるし、うん、はい、例えば渋滞の時なんかも、うん、もう本当にこのボタン押すだけでもうブレーキ一切こう操作しなくて、うん、アクセル操作しなくても、うん、もういけちゃうじゃないですか。そうですね。でなおかつ、うん、その高速もレーンキープ効かしたい時と効かしたくない時、うん、あるじゃないですか。あります。それいちいちなんか呼び出さなくても、はい、こうポチッとして、うん、一番最初に出てくるのがレーンキープなんで、あー、でもなるほど、そうです。ポチッポチってこう2回押せば、うん、レーンキープのオンオフがすぐできちゃうんで、うん、はい、あ、いいですね、これは。で本当に新東名とかずっとこうレーンキープしてた方がありがたい時は、うんうん、レーンキープオンにするし、はいはい、で逆にこうC1 走るような時とかはレーンキープとかだとあったりするとこう、うん、結構グーッて年中こう持ってかれちゃう感じになっちゃうんで、はい、そういう時はすごいオフにしたりとか、うん、でそこの辺さささってできるのはいいかなっていう、うん、なるほど。あ、やっぱり出足は全然やっぱりガソリンの方がいいですね、うん、あとはモードもあるのかなってちょっと思いました今、うん、はい、今ノーマルか、うん、ガソリンでなんかエコにした時ぐらいのなんかこのマイルドさを今感じました、うん、はい、はい、でもさ、なんかディーゼル全般に言えますけど、はい、なんかこうアクセルの踏みしろというか、はい、ちょっとこうガソリン車に比べて踏みしろが多い気がしちゃうよね。あ、そうですね、なんかこう踏んでないとダメっていう。ただ踏んでしまうとこれ結構いい加速はしますけどね、軽快な感じで。2リッターですしね。そうですね、2リッターなんで。左折専用レーンが連続します。ああ、そうなんですよね。初期設定でこの案内もめちゃめちゃ喋るんですよ。なるほど。めちゃめちゃ喋るんですよ。だからみんなオフにしました。はい。はい。あとはメーターがちょっと本当に見慣れない後継ディーゼルなんで、うん、もうレッドゾーンに至っては今4500、はい、暖気完了しても多分5000回転から。そうですね。はい、でもなんか老舗は良さそうですね。そうですね。はい、すごく。割とこうオーソドックスな。うん。はい、配置と、はい、でこれ液晶ちっちゃくなったんかなと思ったらちっちゃくはなってないのかな、うん、はい、なんか確かに、まあ、ちょっとその1個前でも、うん、この何にも使ってないスペースあるんですよね。はい、はい、こんな感じになってると。いや、いいですよ、うん、はい、ちょっと本当にこれファミリーカー、うんにもいいですし、うん、例えば初めて欧州車乗られる方にもめちゃくちゃおすすめ。ああ、それは絶対だね、間違いないね。どうなのって思ってる方でも、うん、はい、価格帯的にもこうやっぱりこう、うん、確かに選びやすいし、うん、装備もこうとにかく充実してるんで、うん、改めて言うまでもないですけど、まあ、何回も言ってますけど広いじゃないですか、室内空間が。これがいいですよね。リアシート大人座っても余裕だし、このコンパクトなボディで本当にガンガン走るし、うん、もう使い勝手考えられてるし。そうですね、うん、でいて速度レンジっていうかその車の基本設計のところはやっぱりこうドイツ、うん、アウトバーンある国の車じゃないですか、うん、で割となんかそのアウトバーンとかって結構そのハイパワーの車がガンガン飛ばしてるイメージの方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、実際本当におばちゃんがコンパクトカー乗って150キロ、160キロで走ってたりするじゃないですか、うん、するんですよ、うん、実際僕も行って見てきたんですけど、はい、そうするとやっぱりプアなブレーキだともう全然もう話にならないし、もう車の設計自体がもうそういう風になってるし、うん、まあ正直この車もう260まで振ってあって、うん、まあ日本だと120までしか出すとこないですけど、そうですね、もうそれだけ巡航できるようになってる、うんうん、もうそれこそ150、60巡航なんかへっちゃらだし、うん、はい、頑張って走れば200巡航も、うん、はい、いけちゃうスペックがあるっていうのはやっぱり輸入車のちょっと魅力というか、うん、はい、いいとこかなと。乗らないとわからないですからね、実際にハンドル握ってもらってアクセル踏んでもらって。あと他のそのドイツ538系よりかもなんかこう割とこう国産車からスッと入れるかなって気します。そうですね、それはあります。若い方でもそうですし、うん、で僕言ってなかったんですけど、うちのかみさんの車を BM にしたんですよ、うん、はい、ずっと国産ミニバン乗ってたんで、はい、ハンドルの重さをちょっとこうやっぱり、うん、あ、結構重たいね、はい、言われました。しかも3結構重たいじゃないですか。重たいですね、はい、それがこうあんまりそういうのなくワーゲンだったら、うん、もうペダルレイアウトもそうだし、うん、ステアリングのフィールもそうだし、うん、あとブレーキはまあちょっとその国産車よりかもちょっと初期制度強めかなっていうのはありますけど、うん、はい、まあ、それも慣れちゃえば結構しっかり効くのはやっぱり安心につながるかなっていう。というわけで T1 愛を語っちゃいますよね。いや、そうですね。でもはい、使い勝手がいいので、ボディサイズ的にね、最近本当輸入車とかは特にどんどんでかくなってしまってっていうのがあるじゃないですか。車幅が異常に大きくて、もう2メーターですからね、195や当たり前だったりとかしてくるので、うん、その中でこれだけコンパクトなのにこんなに人が乗れてこんなに荷物が詰めてってすごいですよね。普通のゴルフも本当ボディなのにリアシート広いしすごいよね、優秀。コンセプト最近ゴルファール撮らせていただいたんですけど、うん、コンセプト変わんないじゃないですか。そうですね。なんかこうあれよあれよという間にこうちょっと違う方向に行く車も少なくないんですけど、うん、そうですね。ゴルフ系ワーゲンの特にこうメインのその車種とかって、うん、もうずっとキープコンセプトなんですよね。だからもう極端にでっかくなったりしないし、うん、もちろんその時代背景とかさ、安全性能のためにこう、うん、サイズアップとかありますけど、うん、なんか全然違う車にしない、うんうん、ゴルフしかり。そうですね。そうなんですよ、こういうスイッチ類もささっとシンクロもついてるし、うんうん、そう、ここでね、こういうところでシンクロって意外と欲しいんですよね、うん、こういうトレーも大きいんですよ。そうですね、いいですね。いろいろこうケーブルが入ってたりとかします、うちの車は。いや、なんかこうなんていうんですかね、荒い言い方じゃないんですけど、誤解を恐れず言うならざっくり使えるじゃないですか、こういう車って。そういうところが好きですね。神経尖らせてピリピリ乗る車と違うっていうんですかね。いいですね。このリアのね、ピクニックテーブルとかよかったよね。ちょっと本当に都内で東京店とかもよく行くんですけど、駐車場とか狭いじゃないですか、裏とかも商店街の方とか、そういうとことかも、いや、いいよねこれ。フルでついてるので、はい。さらっと入れて。うん、素晴らしい。おっとっとっていうサイズじゃないですけど、そう、はい、でも安心だよね、ギリギリまで寄せられるし、はい、いいんですよ。いや、ダメなとこで言うと、うん、前でダメなとこ言うと、うん、ACC が、うん、もうこれはちょっと年式によるかもしれないですけど、うん、僕の乗らせていただいてる年式の車は、うん、時々迷子になります。前の車を見失います。なるほど、はい、それがまあ1日乗ってると何回か、うんうん、はい、出ます。センサーがまあ汚れてたりするのか、はい、まあちょっと周囲の状況か分かんないですけど、もしかしたらその辺アップデートすればよくなるかもしれない、うん、そうですね、可能性はありますよね、アップデート、はい、そういった場合のエラーってどういう感じなんですか？現在使えませんって言って、はい、ACC が使えないんだったらいいんですけど、クルコンも使えなくなっちゃうんですよ。ああ、なるほど、そこがちょっと前の車見張んなくていいからクルコンは使わせてくれよと思うんですけど、クルコン全般が使えなくなっちゃうんですよね。でもさ、僕はクルコン使えない方がいいですよ、怖いじゃないですか、なんか逆に言うと。だからそこで暴走っていうことはないけど、そこで止まらないよりはその装置がもう使えない。でもあれでしょ、エンジンかけ直しだったり、こうセンサーの前の方を拭いたり、いつの間にかまた使えるようになったり、そうですよね、はい、それはあるあるなのかもしれない。不便はしてないんですけど、はい、うん、あとはやっぱりこう ACC も世代とその制御の関係なのか、うん、いわゆるその欧州車の高級車みたいな ACC の動きを想像してると、うん、割とざっくりです、うんうん、なるほど。加速も割とグーって感じだし、減速もグーグーって減速するし、うん、はい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 、はい、こうもう本当にソフトに、うんうん、減速をしてくれるって感じじゃないです。なるほどね。全然十分使えちゃうから、うん、渋滞の中なんかは使い勝手はいいですか？いや、めちゃめちゃいいです。ああ、それがいいですね。で、その再スタートの時も、うん、アクセル入れて再スタートすると、うん、やっぱりちょっと踏みしろがちょっと難しい、ガクンってなりがちなんですけど、はい、あのこっちのボタンで再スタートすれば全然リジウムですね。はい、はい、なるほど。ちょっとギクシャク感は、うん、まあまあなくはないですけど、うん、であんまりそのギクシャクしてるやつってなんかその再学習で良くなるみたいですね。ああ、うん、それはあのコメントで教えていただきました。なるほど。その出足のなんかこう もたつきというか、うんうん、そうですね、ギクシャク感に関してはやっぱりちょっと、はい、密集の関係なのか、うん、はい、全くなくなるってことはないみたいです、うん、あんまりひどいやつだとその再学習できる。あとなんですかね、あとダメなところで言うと、うん、ああ、そう、テレビが、うん、はい、地デジの感度が絶望的に悪い。絶望的ですか？仕事の車でテレビ見てんじゃねえよって言われちゃうんですけど、うん、はい、絶望的に悪いです。あ、そうなんだ、はい、普通に都内とかでも、うん、もう普通に映らなくなっちゃいます。あ、そう、そうなんですよ、うん、まあ、あんまりテレビ見ないんですけど、はい、はい、そのぐらいかな。うん、本当にそのぐらいですね。うん、ナビもでも本当にカープレイにしちゃってるんで、あんまり。ああ、そういうことですね。はい。メーターに映る。うんうん、ああ、そう、あとメーターに映るナビが、うん、あの時々 GPS が即位できませんみたいな電車やって。出ないんですよ。はい、でそれもほっとくと勝手についたりするんですけど、はい、それは詳しい人に聞いたらアップデートすれば治るって言われました。はい、アップデートしてないんで、うん、カープレイ使っちゃってそのまま使っちゃってますけど、そういうのが時々あるかなっていう。それ個体なのかその生産の年の問題なのかちょっと分かんないですけど、それはこっちも一緒でしょ？こっちは大丈夫なんですよ。こっちは大丈夫なんですけど、こっちのナビがメーターの方だけ映らない。なんか不思議だね。それもしくはずっと待ってないと映らない。なるほど、はい、ただこっちの映像を映してるだけでしょ。でも違うのかな。いや、違うみたいですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。こっちがちゃんと使えなかったっていうのは今まで一度もないんですよ。こっち側のこの表示のこのナビが出ないっていうのがあるんですよ。あら、でもこれも多分 GPS が表示されてると、もうそもそもこれシステムが新しいんです。ああ、そうですね。その辺も改善されてるんですかね。若干システムがバージョンアップされてるんで。でもこれ良くないですか？いいですね。これすげえいいです。これがでこっちメディア使ったりね。そうそうそう、はい、ね、最高にいいですね。でしかもこの年式だとフル画面だし、そう、いやいや、もう僕のこうメーターが寄るだけなんですよ。僕のじゃないですね、僕が乗らせていただいた。はい、いやでもこれだけ大きかったらね、そうなんです、ちょっとしたナビ、市販のナビより画面大きいんじゃねえのっていう、はい、すごいなっていう感じですかね、使い上がってる部分に関しては。うん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 、ちょっとあの走りの部分、四駆を体感するのはちょっとなかなか難しいかもしれないですけど、はい、ちょっとどっかあのスリッピーのとこ行けばいいでしょ。これで行っちゃいますか。でもまあ想像通りに賢いんだと思います。ボルクスワーゲンのすごいですよ。はい、フォーモーション。はい。そしてちょっと今グーッと。うん。ああ。はい。どうですか？いいですね、これは。いいですね。これはどうだろう。僕の今第一印象でいくと、うん、高速だったらこっちだなと思っちゃったかもしれないです。はい、やっぱり2リッターのトルク感と、うん、パワー感と、うん、あとそのなんかこう四駆の安定感でいうと、うん、こっちの方が多分高速楽だろうなと思いました。うん、やっぱり排気量でかいし、うん。そうですね。それは間違いないと思います。こう下道のちょっとこうレスポンスの良さというか、うん、キビキビ走れそうなのはガソリン車かなって思いました。うん、なんかはい、ちょっと今加速してて改めて思ったのが、このディーゼルエンジンって回転上がっててもエンジン音変わらなくないですか？なんか確かにそうっすね。なんかエンジンの音のそのあーっていう感じないですね。にならないですね、意外とね。じゃあアイドリングがうるさいのかったら別にそういうわけでもないし。そうっすね。はい、なんか騒音デシベルが変わってないような気がします。はい。これもだって台数で言ったら半端ないじゃないですか。そうですね。はい。よくできてますよ。うん、そうですね。なんだかんだ言ってこう一時期こうざわざわいろいろね、はい、ざわついちゃいましたけど、そうは言ってもって感じですよね。やっぱりよく考えられて作られてるんですか。うん。ね、間違いない選択だと思いますよ。で、気圧も出て、うん。で、本当よく売れてるじゃないですか。はい。やっぱり売れる理由ちゃんとあるしね。そうですね。うん、日本の道路事情にも合ってるし。そうなんですよ。うん、そこが嬉しいよね。そこで、うん、燃費も今はちょっとこの、うん、初心者として置いとく時間長かったり、ちょっとアイドリング長いんで、そうですね。ちょっとこう当てにならない数字になっちゃってますけど、はい。だって今燃料半分で、うん、そこ可能距離あと500キロです。すごいですね。今ちょうど半分ちょっとありますけど。はい。だから多分満タンにするとこれ1000キロ以上ディーゼルも走るんじゃないかな。アートブルーはちなみにあと5000キロ走るっていう出てるんで、それ気になってたんですよ。アートブルー出るんですね、ちゃんとアートブルー燃費が。いいですよね、これ。いい、これ出ない車多くて、突然警告灯でドキドキしちゃいますね。そうそうそう。だって量見ようと思って量を見るメニュー選んでねとか面倒くさいじゃないですか。フォルクスワーゲンはこれ今簡単に出ますもんね、走行データと一緒に。あ、こういうとこなんだな、やっぱり。これ思いっきりだから、なんかそうユーザー目線じゃないけど、うん、そういう感じで車作ってますよね。そうですね、使う側になってますね。なんとなくいろいろこうでグループが大きくなってくる過程で大丈夫なのかなと思ったんですけど、ちゃんと住み分けができてるというか、しっかりしてるなと思いますね。それぞれキャラクター個性も出てて、しっかりこう車を作ってる感が。はい、そうなんですよ。キャラクターの何ですか、立て方が上手というか。ベントレー凄まじいじゃないですか。アウディもえらいこっちゃじゃないですか。それをちゃんと全部こう住み分けしてやってるっていうのはやっぱり一つすごいかなっていう。そうですね。いやー、ちょっといい経験になりました今回。そうですか、はい、よかった。なんかね、横に乗っててもこの良さが分かります。スムーズだし、はい、すごくいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、今回ご紹介させていただいたこちらの車、新品カスタマイズさせていただいてますけれども、はい、ノーマルのパーツも、あるんですよね。ありますよ、はい、大丈夫です。なんでお声掛けいただければご用意可能ということで、はい、お気軽にお問い合わせください。というわけで今回はフォルクスワーゲンティグワン TDI 4モーションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。